こんにちは、さとちんです。今回は9月19日に新発売されたニャムニャム妖怪ウォッチセットをレビューしていきたいと思います。大人も子供も夢中になる不思議な砂、水なしで固まる、繰り返し遊べる、持ち上げて積んで削って。セット内容はこちらですね。ジバニャン、コマさん、ツチノコ、ウサピョン、ブシニャン、ウィスパー、スナオとなっています。積んで遊ぼう妖怪組体操、これやってみたいですね。いやすごいよね、なんかトゥムトゥムみたいですね。トゥムトゥム、それでは開けていきましょう。はい、中身はこちら。型と砂と、これがプレイシートですかね。お、意外と大きい、意外と大きいですよ。触ってみると、おお、ネチョネチョしてるようでネチョネチョしてない、どっちなんだって感じですけど、はあ、なるほど。はい、それではジバニャンから作っていきましょう。まず粘土をてんこ盛り入れるらしいですね。山盛りに入れるらしいです。山盛りで、あと後ろ側にも入れると、じゃーん、はい、入れました。そしたらこのピンとピンを合わせてギューッと押してみよう。ギューッと押し終わったら後ろ側を上げます。くっつかってるのかな。おお、綺麗にくっつかってる。そうしたら周りの砂を取ります。はい、抜き終わりました。こんな感じですね。さあ、ジバニャンができているのか。取ります。スポリーン。おー、できた。かわいい。後ろはこんな感じとなっています。おー、かわいい。お、ちゃんと足がある。かわいいですね。こちらがジバニャンです。続いてはコマさんを作っていきましょう。この粘土を詰め込んで、ぎゅーっと締めます。ぎゅっとね。お尻の方から取ります。おー、コマさんの尻尾だ。おー。プラモデルと一緒ですね。で、綺麗に取ります。はい、それではコマさんを取ります。オープン、できてくれ。パコ、お、うっすらと、あ、ちょっと顔が薄いですかね。もうちょっとギュギュやった方が良かったかもしれませんでした。で、こちらが後ろ、あ、お尻が潰れちゃった。はい、続いてはウィスパー。あんまり山盛りにしないようにやってみました。こうの方がいい気がします。で、尻尾からオープン。お、ウィスパーの尻尾です。ウィス、はい、それではウィスパーオープン。スポッ、ウィス、おー、かわいい。おー、まるい。あんまりウィスパー、やはりちょっと強めにやったのが顔が浮き出ますね。スポッ、おー、ブシニャンのお尻オープン。じゃじゃーん、おお、綺麗。ブシニャン、ちゃんと耳がね、欠けてますね。おお、かわいい。
欲しい、こういう商品欲しい。さあ行きます。うさぴょんうさぴょん、あ、そっか、うさぴょん耳があれか、隠れてるから丸いのか。うさぴょん、おお、ちゃんとなってる。あ、倒れてるのか耳が。おお、かわいいね。それでは取ります。パカッ。顔は、あ、薄く見えますね。土の子、キュピーン。かわいい。おお、ちゃんと四つ葉のクローバーになってる。おお、ペロン。素直。あ、丸。おお、まん丸だわ。あ、かわいい。シンプルですね。シンプルイズザベ。はい、作り終わりました。だいぶかわいい。だいぶかわいい。すなすなができたんじゃないかなと思います。というわけで以上、にゃむにゃむ妖怪ウォッチセット、すなすなで遊んでみたという動画でした。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。なかなか面白かったです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。